頑張り金森が同点ゴールを決めます。さらにその2分後でした。ラスト3分で大逆転勝負を演じた鹿島、貴重な勝ち点3を積み上げグループ E の首位をキープです。一方広島はホームで韓国のペグと対戦。1点リードで迎えた前半26分、渡りの